隊長？見えるものだけ信じるなって教えただろ。そんな。そう簡単にはいかねえか。ご承諾ください。我の名をウルトラマンさん。最後に立ちはだかる相手は誰だ。正義の心振りかざして牙を剥く。力を手に入れた者はどこへ向かい誰と戦うのを教えて二人の力合わせその先へ進め敵か味方か揺れ動く君はどちらこの戦いを終わらすためにはどうやウルトラの力カードウルトラ Z ライザーにセット。メダルに宿ったウルトラヒーローの力で変身だ。ゼロ、セブン、レオ。ご唱和ください。我の名を。ウルトラマン Z、アルファ H。デラックスウルトラ Z ライザー。さらに新たなヒーローのメダルでタイプチェンジ。ウルトラマン Z、ガンマフューチャー。ウルトラマン Z、ガンマフューチャーセットも。私は守りたい。面白え。いてえ、人工絶対軍団よ。世は暗黒の皇帝。今後あなたに力がいる。誰にも負けない力が。アブソリュートデストラクション。我は究極生命体アブソリュートタルタロス。俺たちでこいつを倒すぞ。この宇宙にかつてない異変が起き始めている。助けが来るまで持ちこたえるんだ。もちろんです。タルタロスの狙いは一体。心を無にして眠っている領域にタップするんだ。正義を守り試練に立ち向かう。それが光の使者ウルトラマンだ。はしゃぐのもそこまでだ。行くぜ。シェア！ウルトラギャラクシーファイト。The Absolute Conspiracy。 戻っていたのか、タロウ。ああ、光の使者としての任務完了。トレキア、そいつの中にいるのか。ようやくお前の目的が分かったぞ。ジャグラス、ジャグラー。俺が人類に作らせた最終兵器を横取りするつもりだったのか。
ようハルキ、手伝ってくれるのか。その怪獣もあんただったのか。隊長、一体何が目的なんすか。昔大きな木を切ったことがあったよ。はあ、戦争を止めるため、自分の正義を貫くためだった。だが全てを否定されたんだ。だからそのおもちゃがいるんだ。自分の正義が絶対だと思ってる連中に、その正義の危うさを味わわせるためにな。話は終わってないぞ。知らせる。隙だらけだぜ。選択肢は二つだ。それともこの小僧の命を助けるか。決まってんだ。長官、これは返してもらうぞ。あんた、ここは。起きないで。OK。 もうなんで警備員が最前線で倒れてんの。まあとにかくしばらくここで治療に専念しないと。陽子先輩は幸い軽傷でもう退院した。うちらと違って最新兵器のパイロット殿は忙しいんだよ。 D4 レノが発射時にエネルギーの逆流が発生したらしくて、うん、それで改良が済んで今度それのテストがあるらしいんだよ。もう起動させたらまた大変なことになるって言ってるのに。いいですか、地球は一個の大きな生命体なんです。ウルトロイドゼロは明らかにオーバーテクノロジーで地球そのものを破壊する可能性がある。だから地球はその存在を拒絶してるんです。怪獣たちだってきっとその地球の意志に従って動いてるんです。それ俺に言われてもな。だって長官に何か言っても聞いてくれないんですよ。長官は今どこに。陽子と一緒にウルトロイドゼロのテストじゃない。
先輩が危ない。すぐに行かなくちゃ。ちょそんな体で無理だって。でも俺見たんですよ、長官の目があいつと同じように赤く光ってて。ああ何の話。だからあいつの目と。ハルキ、ちょっとドライブ行かないか。ウルトラ有馬、あのウルトラマンシリーズと有馬記念が夢のコラボレーション。名馬もウルトラ怪獣も大集合で全力レースバトルだ。面子をめくってオリジナルウルトラ馬券をゲットせよ。仲良し宇宙人たちはお家で競馬予想、そしてみんなシャー。このサイト見逃すな。劇場版ウルトラマンタイガニュージェネクライマックス、みんなもう見てくれたかな。ヒーロー全員集結、先輩たちが俺たちのために駆けつけてくれるんだ。最強の敵トレギアとグリムド、闇に落ちてしまった父さん、そして俺たちの心が一つになって奇跡のヒーローが誕生するんだ。ブルーレイ DVD 12月24日発売。ウルトラヒーローズエキスポニューイヤーフェスティバルが始まるぞ。東京ドームシティプリズムホールで今年もエキスポ行くぜ。バトルステージ俺もバトルステージでみんなを待ってるぜ。遊びに来てくれよな。おっ、東京ドームシティ。デルタライズクロー覚醒、その手に宿るは宇宙の魔剣ベリアロク。俺様を手にしてお前は何をする。最強の力を解き放て。デラックスベリアロク、デルタライズクローに変身。これは前ストレージ隊長蛇倉翔太は宇宙人だった。しかもウルトロイドゼロの強奪を画策していたんだよ。ということは元ストレージのメンバーも。ああ、彼らも宇宙人が成り代わっているかもしれない。もし妙な行動を取るようなら彼らに対し武器の使用も許可する。わかりました。ここにいたのか、探したよ。長官、いよいよだ。これまでいろいろな星で楽しんできたが、この瞬間はいつも興奮するよ。最高の景色だぞ。自分たちで作り上げた兵器で滅んでいく愚かな者たちの阿鼻叫喚は。何を言ってるんですか。文明を持つ星に恐怖を植え付け、防衛のために次々と兵器を作らせる。そして最後は自らが作った最終兵器で文明そのものを滅亡させる。それを私はこう呼んでいる。文明自滅ゲーム。あの、
みんな待たせたな。ご唱和ください。我の名を。 SH フィギュアーズウルトラマン Z アルファエッジ。考え抜かれた可動構造でしなやかな宇宙拳法も再現可能。ウルトラ動くぜ。細部までリアルを追求した彩色造形が劇中のような臨場感を生み出す。ウルトラ決まるぜ。 SH フィギュアーズウルトラマン Z アルファエッジ、価格3500円、絶賛予約受付中。こっちもチェックだ。ウルトラマン Z ブルーレイボックスが発売決定でございます。ストレージのみんなと対怪獣ロボの活躍、様々なタイプに変身して戦う私の姿など見どころがウルトラいっぱいだ。ここでしか見られない映像特典もあるぞ。ブルーレイボックス手に入れるしかないでございますな。ご唱和ください。我の名をウルトラマン Z。 ウルトラソフビシリーズ、ウルトラ怪獣が現れた。ウルトラソフビシリーズで君だけの夢のバトルを作り出せ。ソフビと一緒に遊ぼう。デラックスキング城登場。ウルトラマン Z 毎週土曜朝9時。こちら歩き。ウルトロイドゼロが無許可で出撃して各地の怪獣管理区域を襲ってる。陽子先輩はどうなってるんです？コックピットに乗ってるはずなんだけど応答なし。こちらからの停止信号も受け付けない。クレッセントがウルトロイドゼロに吸収されています。ウルトロイドゼロは世界中を飛び回って次々と休眠中の怪獣を吸収してる。クレッセント、ダンカン、アーストロン、バードン、サタンビートル、マザバ、ハルキ、今度はウルトロイドゼロが深町に向かってる。おそらく標的はレッドキング。バコさん止めてください。俺行きます。行くってお前。そうか。行ってこい。よし。
紹介しよう。死と破壊の王、デストルドスだ。やばいことになっちまったみたいだな。あいつを倒すぞ、ハルキ。でもあの中にはヨーク先輩が。なんだって元ストレージの太田由香さんですね。何の用？長官が何者かに襲われ搬送されたことは知っていますね。あなたに容疑がかけられています。ご同行願えますか？栗山長官が。私たちもう罠にはめられちゃったみたいだね。じゃあ。
これは D4 レイ発射。システム光線ハルキ、ゼッタさん、俺たち二人のコンビもどうやらここまでみたいだ。どういうことっすか。さっきの攻撃で俺たちの体はかなりのダメージを受けた。これ以上変身しようとしたら多分地球人のお前の体は持たないだろう。いろいろと巻き込んじまってすまなかったな。こういう時地球ではなんて言うんだ、ウルトラ寂しい気持ちでいっぱいでございます。ちょっとどこ行くんすか。待ってくださいよ、Z さん。 Z さん、お起きたか。隊長、あんたは？みんな？デストルドスは Z を倒した後、世界中の主要都市を破壊してる。各国の防衛軍が一大反抗作戦に打って出てるけど、次々に壊滅。それでどうする気っすか？決まってんだろ。俺たちの基地を取り戻しに行くぞ。無茶だと言われてもぎゅっと力合わせて正義の空に飛び立とう。嵐の中で命立てにしながら君と交わした約束は Just say my name, don't give up。 誰もがこの星の明日を夢見るから、がむしゃならその涙とこの勇気あふれ出す光の富を越えめくり破った魂が、ほとばしる熱い心強く強く叫ぶよ。デストルドスの猛攻で俺とハルキは最悪のダメージを負ってしまった。一方ストレージはヨークを救うため決死の総力戦に挑む。俺たちの最後の戦い、何卒ご唱和ください。次回ウルトラマン Z、 遥かに輝く戦士たち、ウルトラ最終回だぜ。みんな見てくれてありがとな。ここを押してチャンネル登録するといいことがあるんだぜ。よろしくな。